てちょうだい。それでね、キリシャちゃん、アネモナまで盗まれたっておじいさんが大騒ぎして、もう大変。そうだったんですか。アネモナさんがお店を留守にしたのバレちゃったみたいです。何を言う。お前さんこそ目をまん丸にしてうろたえておったじゃろうが。そりゃそうですよ。あの子はね、私たちの娘のような存在ですもの。とにかく、それで店に戻ったら、アネモナと聖女様の像がなんと戻っておっての。しかも元通りの場所にきれいに置かれておったんじゃよ。こんな不思議なことがあるものかと。だからおじいさん、何度も言ってるじゃないですか。聖女様の像はですね、アネモナが取り返してくれたんですよ。どうしてそう思うんですか。心配するからおじいさんには黙っていたんですけど、アネモナはね、以前から時々お出かけしているんですよ。お前さん、またそんなこと。人形が一人で出歩くなんて、そんな馬鹿げた話あるわけないだろう。じゃあ誰が像を返してくれたというんです。それは、犯人は監獄で捕まったというし。私はちゃんと知っているんですからね。
その声はエル？マークにウードまで。ごめんアドル君、この子たち私の弟と妹なの。え、ユファさんの？なあ、バレちゃったね。いつも姉がお世話になっています。お世話になってます。どうも。あらあら、可愛らしい子供たちじゃない。こら、お店に来ちゃダメでしょ。しかもみんな揃って、一体どうしたのかしら。どうしたのかしらじゃないよ。うん、これユファ姉がエプロン忘れたから届けに来てやったんじゃねえか。本当にありがとね。みんな立派に育ってくれて、お姉ちゃん涙が出ちゃうわ。忘れ物のせいで仕事が遅れて約束破ったら許さねえからな。うんうん、分かってるから。あら、何の約束をしているの。姉さんとみんなで闘技場へ行く約束をしているんです。教区にある闘技場ですね。闘技場といや剣闘だが、季節ごとにいくつか催し物があるぜ。今子供たちが興味ありそうな催し物なんてやってたかしら。あのね、闘技場にはユファ姉の彼氏がいるの。あらあら、それは初耳ね。彼氏？やることやってんじゃねえか。やること？違う、その、彼氏じゃなく幼なじみです。こら、あんたたち、おいたが過ぎるわよ。言ったのはエルだけど。うん、言ったのはエルだよ。どうせウードがそう言えって教えたんでしょ。ああ、もう恥ずかしい。とにかく闘技場で働く幼馴染がこの子たちを招待してくれたんです。へえ、いいじゃない、よくできた幼馴染みたいね。はい、とてもいい人で僕たちも楽しみにしています。だから仕事が終わったら早く帰ってきてくださいね。分かったってば。とにかく届けてくれてありがとう。仕事の邪魔しちゃ悪いから、俺たちはそろそろ帰るぜ。エルはここにいたいな。エル、僕たちが家の用事を済ませば早めに出かけられるんだよ。本当に？じゃあ帰る。また今度ゆっくり遊びに来てちょうだい。本当にいい子たちね。はい、可愛かったです。ユファちゃん、確かあなたたちのご両親は。はい、二人ともロムンとの戦争で亡くなりました。そうだったんですか。うん、8年前ロムン帝国がグリアに侵攻してきた時、バルドゥーク郊外にいた私たち家族は逃げ遅れてしまって戦闘に巻き込まれたんです。両親は切りかかってきたロムン兵から私たちをかばって覆いかぶさるように。そう、大変だったわね。でもユファちゃん、あなたはとても素敵よ。え、あの子たちを見るとあなたがどう接してきたかわかる。三人ともまっすぐ育っているものね、アダルちゃん。ああ。やだもう、アダル君。あの戦争のせいで本当にいろいろありました。でもあの子たちがいてくれて救われたのは私の方だから、
何があっても守りたい。あの子たちが過ごす穏やかでかけがえのない日常を。陰ながら私も応援させてもらうわ。店長、ありがとうございます。よし、今日も一日頑張らなきゃ。いつでもお待ちしてます。アドルさん、また来てね。Thank you.
Thank you.
来てね。お前か。ここを左だ。
腕が鳴るね。
聖国騎士団の副団長を務めるルシアンだ。ひとまずそう名乗っておこう。その肩書きも今となっては剥奪されているかもしれないがな。Thank you.
ようやく終わったか。どれどれ。さすが。これを受け取ってほしい。それなら。
つもすまんの。歩けよな。うまくいきました。もらったんか。
そなたたちか。守備はどうだ。そなたたち、よくやった。これを役立ててくれ。ようやく終わったか。お勤めの時間ですね。